全国金属労働組合キョンナム支部韓国三権司会が13日、キョンサンナムドチャンウォン島産自由貿易地域内の韓国三権玄関前で記者会見を開き韓国工場の奇襲的な生産決定を撤回し、工場の正常化を履行性をと声を高めた。労働者らはこれまで忍耐強く待った結果が、韓国の労働者と労働法を徹底的に無視し、過去30年間にわたり、 韓国三権労使が結んだ団体協約を無視した一方的な解散及び生産を通知したことに、韓国三権司会と組合員は怒りを禁じ得ないと強調した。韓国三権は、日本の三権電機が設立した会社で、LED 照明を生産していたが、2016年に生産部を廃止し、生産職の全員を解雇した。これに対して、一年以上にわたり、三権労働者らは、 連帯闘争と韓国日本を往来しながら、苦労して復職を勝ち取った。その後、会社の再スタートのため、生産の再稼働に必要な措置を施すにあたって、3年間の賃上げ凍結と工場移転など、複数の問題に合意した。労働者らは困難を経て復職して、生産再開に必要な時間があることを勘案し、現場組合委員と司会は、 復職して合意したその約束を固く信じて、過去3年間の賃金凍結はもちろん、団体協約の内容まで一定部分を譲歩して、辛い時間を耐えてきたととろした。これに先立ち、日本の三権電機は今月9日、ホームページに理事会を通じて韓国三権を解散決定したことを明らかにした。これは今月7日に、韓国三権労使が、 休業に合意して雇用安定委員会労使合意を結んだ2日後のことであった。